はい、皆さん、こんにちは。東工大は30年以上新しい産業を作ってこなかったという話をしたいと思います。これ、僕が言うと炎上なんですが、幸い言ったの僕じゃありません。東工大の学長です、えー。ダイヤモンドオンラインの記事で、東京工業大はですね、この30年新しい産業を作れていないと、えー、やっと自覚していただけたかと。 私も庶民感覚でうすうす思ってたんですが、ちゃんと東高大の学長に言っていただけて大変ありがたいですね。ご存知のとおり、日本はこの30年衰退し続けており、えー、科学技術、ものづくりという点でも大変残念な結果になっています。でも、まあ、私がこれを語っても偉そうなんでですね、あくまでも私は庶民感覚であって、東高大の学長から見てそうであるということで、なんというか失敗に対する反省の弁みたいなのが聞けて、僕はとても嬉しいです。なぜならば、誰も言わないからです。 まあ、東工大がですね、技術に変調した人間を作ってきてしまったと。このままでは次の30年も衰退してしまうということで、えただでさえこの30年衰退してるんですけど、まあ、さらにやばいことになるだろうと。でそのために東工大がやった改革がですね、東京医科歯科大と合併して東京科学大になるというのは、じゃあ、それによって新しい産業を作れるのかどうかというのは何とも言えないんですが、少なくとも、この受験の偏差値が高い日本の名門大学と言われているところが、 90年代からの30年間の日本の衰退、まあ、貧困化していくという状況に対して、まあ、ポジティブな動きを作れていなかったことを自覚していただけたということは大きな収穫だと私は思います。この東高大、東京科学大だけじゃなくてですね、すべての、特に受験で難関、名門とされる大学の皆さんには真剣に考えていただきたいと。90年代以降の難関大学の工学部というのは、その、 1990年頃想像していただければですね、まあ私ぐらいの年の人たちは分かると思うんですけど、何せインターネットも存在しない、スマホもないという時代、今の若い方には想像もつかないと思うんですけど、まあ、この30年の間に様々な技術やプロダクトというものがどんどん登場してるんですが、えー、残念ながら日本発のものというのはとても減ってしまいましてですね、今この90年代から30年間、すべての工学部とは言いません、その、特に、 研究においてですね、難関大学の工学部っていうのは、世界をあっと言わせるようなものを生み出せてきて、世の中をゆ豊かにしたりですね、こう日本で研究されたり作られたりしたものっていうのがこう、世界にインパクトを与えてきたのか、世の中を良くしてきたのかっていうときに、我々の身の回りにあるものって、ほぼ日本製じゃなくなっちゃったんですね。新しいものっていうのは海外で生み出されたり、あるいは日本で得意とされてきた分野も、まあ、アジア、海外に。 安くてもっと良いものができるようになっちゃったということで、この工学部が果たしてきた役割って何なの受験の難関とされる国立、あるいは私立の名門工学部は世の中にはいっぱいあるわけで、相変わらず高い評価は受けてきたんですけれども、もちろん今もそうでしょう。東大、東工大、早慶でもみんな偉い、立派だ、偏差値高い、何を生み出してきたのかというのは、特に工学部に関して言えば、極めて厳しく問われるだろうと。えー 私が言ってもお前が言うなって言われるんで、みんなで考えましょうと。別に責めてるわけじゃなくて工学部を。じゃあこの30年の工学部っていうのは、日本や世界にこうどれだけのインパクトを与えてきたのっていうのを、みんなが考えようよという感じで、まあこの東工大の学長の発言を受け止めました。みんなが褒めてる大学、偏差値が高いから偉いみたいな動画がいっぱいあって、私としては割とうんざりですね。そういう話したいんじゃないんですよ。その、 まあ大学が別にですね、受験の難関であるっていうのは、全然問題ないと思う。別にみんな褒めていいけれど、そのみんなが褒めている大学から何が出たのか、誰が出たのかです。何が出たのかっていうのは、成果、プロダクトですね。それから誰が出たのかっていうのは、どういった卒業生が出るか。その、規模が大きくて、有名な大学って、もちろんあの、真面目な会社員もいっぱい出てるんですけど、よくわかんない著名人って出るじゃないですか、タレントとか。 で結局でもそういう人がその大学のカラーを作っていきますよね。そういう点で、みんなが褒めてる大学から、まあ、何が出たのかっていうのは主に理工系に問われるんですけど、誰が出たのかっていうのは、やっぱりみんな考えるべきだと思うんですね。例えば、慶応義塾の SFC、いつまでも新設大学ずらしてますけど、もう、これ1990年にできてるわけですから、32年、33年経ってるんですね。さすがに30年経っちゃった大学っていうのは、 日本や世界でどういうポジション、立ち位置、評価なのかっていうのは確定してしまってると思います。なので、まあ、SFC ができたときですね、18歳で入った育成ってもう51歳なんですよ。そろそろ社会人としても曲がり角ですよね。仕事で成果を出さなくちゃいけないということで、もう SFC の学生って50歳なんで、いつまでも SFC から来た新人よくわからんっていう時代はとっくにもう30年前に終わっているということで、SFC も、まあ、いろんな卒業生出てるんですけれども、 結局何だったのかっていうのは、慶応義塾だから偉いとかじゃなくて、やっぱり厳しく批評されていいんじゃないのかなと。秋田の国際教養大学ももうそろそろ20年経つんですよ。で、1期生37歳。37歳だなんて、まだ企業だったら部長、課長とかなってないんじゃないのみたいなですね、そうは言ってられない。今は世の中スピードが速いんで、30代前半で結果出したっていいわけですよ。ということで、国際教養大学を出た、ああ、あの人っていうですね、 著名人人人あの人みたいいななが出て欲しいな立命館アジア太平洋大学も2000年に開学してるんで、もう1期生41歳なんですよ。そろそろですね、こう世の中に対してですね、APU の海外からやってきた留学生の卒業生の中にはですね、母国で大臣になったとあのいう人もいるみたいなんですけど、APU 出てた日本人で大臣は別にいないあの。大臣じゃないからダメって言ってるわけじゃないんですけど、みんなどういう組織の中でどういう活躍をしてるか。 この30代、40代、50代になった新設大学の卒業生の情報ってほとんど出てこないんですよ。あの、みんなが活躍してないとは言いませんよ。あるいは、みんな中堅幹部社員ぐらいになってるから面白くねえなんていうつもりもありません。別に小説家とか YouTuber になるとも言いません。でも、いつまでもこれらの大学が将来有望そうな面白そうな新設大学って面はやめてもらえませんかと。いまだに高校生に会うとですね、 SFC とか ICU とか国際教養大とかですね、APU とかです、ね、に対してですねその、新しい大学でワクワクするみたいな希望を持ってる人がいるんですけど、いやいや、もう卒業生40,50だから、結果出てるからと。あの、伝統的な大学とどっちがいいか、本当によく比較した方がいいっていうふうには思いますね。あと、そういうことで、この将来、いつまでもですね、将来有望そうな新設大学って、つらやめましょうと。もう世の中の評価は確定したんで。 受験生もそれを踏まえて SFC とか APU 考えましょうねっていうことと、まあ今回の東光大のような偏差値が高いから偉い、まあ東光大はね研究もね、もちろん当然やってるわけですけども、偏差値が高いから偉いっていう大学は、じゃあ何が出たのか、誰が出たのか、日本が衰退する30年の間にどんなインパクトを与えたのか、本当に世の中に貢献してるのかみたいなことは、まあ僕が言ってもしょうがないんで、もっと賢い人みんなでいろいろ言ってください。 という感じで、あの、東光大の学長のおかげでですね、東光大も30年停滞してるんじゃないか、世界や日本に新しいものを提供してないんじゃないかっていう問題意識を持ってらっしゃるということが分かったという点で、大変素晴らしかったです。これをですね、みんな知らんぷりしてるんですよ。受験の難関なのをいいことに、研究や教育の内容を世の中に発信しない、あるいは本当に成果を出してるか分からないという状況に対して、もうはっきり言って、大学はブラックボックスですね。で、みんな受験の話しかしないんですよ。 受験関係の人中身語れませんからね。私を含め。一応私なりに頑張ってですね、こんな研究やってるとかですね、こんな面白い教育やってるっていう取材は散々やったんですけど、えー、全然こう読者に響かないというかですね、世の中が変わりません。結果的に私も偏差値的な話多くなっちゃうんですよ。本当に情けないことです。私も自分で。ただ、その、やっぱりですね、各大学が教育や研究の内容を外部に発信するということに対して、 この後に及んで不熱心であるということに大きな不満を持っています。もちろんすべての大学というつもりはありません。ということで東大、東京科学大学がこれほどの問題意識を持ったのであれば、過去30年の停滞を認めたわけですから、今後は東京科学大学が世界や日本にインパクトを与える、こんなすごい研究をやっているという情報、まあ、時々ニュースでは見るんですけど、もっともっと、まあ、他の大学もですね、どんどん出してほしいと、えー、切に願っております。